2004年しあるじゃないですか。マサト V.S. 山本キットのリフン。そうそうそう。大阪ドーム。大阪ドーム。大むしろが大阪ドームが超満員やったからね。超満員で揺れてましたよね。揺れてたよ。だってあれ長かったかな。キットがね、K はマックスかなんかの試合でそれこそジャダンバナラントンからっかな。そ,うそ,うそう K をした後だったかな。 こういうアッパーでな。総合ルールでね総合ルールでその時解説席にいたんですよ勝ったらヒットういきなりマイク持ってあ覚えてる覚えてるマサタ君、ん大晦日ちょっと最近日本が元気ないんで二人で盛り上げましょうよ挑戦された覚えてる覚えてる覚えてるへぇみたいなへきっと俺全年世界撮ってるよねみたいなそりゃそうだよ。 そううななるよみたいなそれないっしょみたいなと思ったけど隠したって思ってまま絶対思ったんでこっちからするとまあまだ K1 一戦でしょみたいな別に別にいいよみたいな「あさとくんやろうよ」みたいな言われた別にちょうどだよみたいなことになるわけですよ。 その辺の総合格闘が強制すると思うんですよね。えー、そ,うそう考えたら普通ボクシングはまあコミッションもあって絶対ありえんけど格闘技界はそれが実現してしまうっていう。だ俺からしたらもう格が違うでしょと思ってたんですけど、<う>ただ周りの盛り盛り上がり方が自分の想像以上だったわけですよ。うん、渋谷の先輩とかがこうこうなんかその試合を 終わった後にな,んかなんか聞いてとお前やなのかどうだこうだいやわかんないっすけど」みたいな言ったら「いやこれはもうなお前な東京戦争だよ」とか言い始めるわけですよ。<laughs> よく分かんないけどそうそういやいやそ東京戦れは,、まま、それはあの渋谷の正利さんっていう人がこう「これはまあ東京戦争だからお前絶対負けんじゃねえよ」みたいな <laughs> 何を言っちゃってんだとか思ってたけどなんかマサか「まさと分かつ切って分かつ」別分かれちゃってみたいな。 <laughs> で,もでもそう見ても俺は冷静に「いやいや俺桂馬1射いっしゃいよ」みたいな <laughs> しかも体重も全然違うよみたいな <laughs> 俺の楽勝で勝つみたい勝つでしょみたいに俺は思ってたわけですよですけどまあ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 いいやみたいな感じでこうその試合の大晦日から12月31日が来てまあ最初青コーナーキーとか入場していくんですよ、うん、キーとか自分が青コーナーがいいって,って俺は挑戦者の気持ちでいくみたいな、うん、こっちはもう絶対負けないと思ってたんで。 完封触らせないで勝ってやろうぐらい思ってたわけですよ。で思ってでか始まってカーンって始まって開始1分半ぐらいですよ。キットがもう、まあ、踏み込み早いですよね。パ<あ>ンパンって左のジャブ右のジャブからひ左のストレートこっちバックステップで避けようと思ったんですよ。そしたら避けようと思ったらカツーンと回ったあといんですた しかもその時の時スポンサーフィールズだったんですよで、すよフィールズの山本会長と石井館長が一緒にいてで、フィールズの広告もやってたんですよフィールズの山本会長が石井館長に「<laughs> おい雅倒れたぞ」みたいな「<laughs> 大丈夫か <laughs> <ー>みたいな「フィールズ!」知らんかったなそうそんなのあって「おいこれでマサト負けたらヤバいぞ」みたいな「フィールズもう何億も吸い込んでるから」 <laughs> <laughs> で俺倒れてでも聞いてなかったんですよバックステップ中にポンって回っただけど全然ダメじゃなかったんで、うん、まあ、体勢が体勢だったら倒れらたんですそのあと立て直すからねそう、うん、でその後にロ,ローキックインローキック蹴ったらキットの股間に当たってしまって、うん、まさかのあのう言うてたローブローローブローでこう試合中断されて5分くらい多分止まったんですよほ、うんでこう自分からしたら「いやこれでもしも試合終わっちゃったら」 どうなっちゃうのみたいな。こんだけ盛り上がって言って、それで。うん、ってすごい自分の中でプレッシャーがあるんですよ。で、やばいな、どうしよう、ちょっと弱気になった時に。で、その時、ゲームやめ。ケミさんがおい、おい、ゲームするんだよ、無駄 <laughs> して。無駄じゃないわ。無駄 <laughs> じゃないわ。無駄 <laughs> じゃないわ。<laughs> まだだ。<laughs> まだ <laughs> <う>まだ。 すなって言われて「よ、うんうん、っしゃじゃあ俺は」じゃ本当に言っ本言われて「わと親心なんか出さなくていいからな <laughs> いけど」って言われて <laughs> そ,そ,そ,それで「よーしあそうかよしじゃあもう,う,うよしやったろう」みたいなで開始操作またもう一発ローキー蹴ってで行って1ラウンド目はそれで終わって2ラウンド目にね始まって膝蹴りこうグッて入ってくる時に膝蹴りカウンター出したんですよ。うんうん、それがタイミンググッて入って「あこれ膝蹴りいけるわ」と思ったわけですよ。 で、そこから狙いを膝蹴りに定めてキッドがで出てくる時き、もう全部カード固めてガンガンガンってそこから全部膝に削ってたわけね。焦点合わせて、うん、結構効いてるの分かってたんですよでまあそれでポイントアウトして、まあ、結局判定で僕は勝ったんですけどその映が視聴率32%ですからねそりゃそうやろうそうあれはもう、うん、日本中が注目した試合やもん、うん